札幌ドーム、札幌ドーム、札幌ドーム、A 賞は、北海道札幌市と夜開く羊が丘にある、ドーム球場である。施設は、札幌市が所有し、札幌市と道内在界各社が出資する、第三セクター、株式会社札幌ドームが、運管理を行っている。日本で、唯一の完全屋内天然芝サッカースタジアムで、あり、 天然芝サッカー場移動方式ホバリングシステムを世界で初めて採用した。このシステムによりサッカー用天然芝グラウンドと野球用人工芝グラウンドの併用が可能となっている。第44回 BCS 賞平成14年度2002年赤レンガ建築賞受賞。日本プロサッカーリーグ。 J リーグ北海道コンサドーレ札幌のホームスタジアム日本プロ野球 NPB パシフィックリーグの北海道日本ハムファイターズの本拠地球場として使用されている以前はプロ野球マスターズリーグ札幌アンビシャスも札幌ドームを本拠地としていたまた各種イベントにも利用されており様々な国際大会が開催されている開業時より広場の愛称がある 2017年現在、パシフィックリーグで唯一命名権を導入していない、本拠地球場でもある。開業15周年を迎えた2016年6月2日に、マスコットキャラクター、チャームコロンが誕生。札幌市には、以前から、東札幌、現在の札幌コンベンションセンター一帯にドーム、球場、ホワイトドーム、歌唱の建設構想があった。だが、 政治汚職事件で逮捕者が出たことによる資金的な問題から、この構想は一時立ち消えになっていた。1992年、平成4年7月に、札幌市が2002フィーファワールドカップの開催候補地として名乗りを上げると、新たに建設するサッカースタジアムをホワイトドーム構想とリンクさせる案が浮上し、1996年、平成8年1月には、 サッカーだけでなく、野球など多目的に利用できるドームスタジアムとすることが正式に決定した。サッカー専用競技場として建設した場合、赤字は必死だったため試合数の多いプロ野球球団の誘致が札幌ドーム建設の前提とされた。1997年、平成9年の設計コンペには9つのグループが参加し、東京大学名誉教授の建築家、 原工事屋のグループが提案したサッカー用の天然芝を空気圧で浮上するステージに乗せてドームに出し入りするホバリングステージ方式が採用された。農林水産省北海道農業試験場、天才試験農場の跡地で1998年、平成10年6月に着工し、10月に株式会社札幌ドームを設立した。1999年、 平成11年に札幌ドームの愛称を公募し、応募総数7722通4966作品の中から広場、広場が選ばれた。誰でも知っている言葉で野球、サッカーコンサートなど多目的に利用できるドームの機能を端的に表していることなどから採用された。しかし、札幌市民や北海道民の間では、 ドームといえば通じることなどから定着していない。2001年、平成13年5月に完成し、総事業費は約537億円。同年6月2日に開場した。6月3日には、司会に、徳光和夫、出演者として、札幌出身のシンガーソングライターの大国マキラを招いたオープニングの記念イベントが開催された。 メインアリーナと向かい合っており、ホバリングステージは普段はここに設置され、天然芝を育成している。周りは、クローズドアリーナのスタンドと同じような面構成の芝布石となっている。北海道コンサドーレ札幌のサテライトの試合が行われたこともある。インターセクション部分を開放すれば、クローズドアリーナとの連続使用も可能。北海道コンサドーレ札幌の練習場として、 使用している、宮の沢白い恋人サッカー場が、芝の養生で使えない時にオープンアリーナを練習場として利用している。ホバリングサッカーステージは、縦120メートル、横85メートル、重さ8300トンの天然芝のステージを、空気圧によって7.5センチメートル浮上し、直径600ミリメートルの駆動輪26輪、受動輪8輪の電動車輪。 4 0 0ト電圧でマイフに4の速度で移動する。設計製作は川崎重工業。普段は屋外、オープンアリーナで養生されており、サッカーの試合がある時にドーム内、クローズドアリーナに移動させた後、ドーム内で90度回転させる。ホバリングサッカーステージの入り口は、サッカー場でのバックスタンド、野球場でのセンターの場所にあたる。 ステージ移動の際にはこの部分の観客席が約1、3の大きさにまで折りたたまれ、レフトライトスタンドの下に収納される。さらにムービングウォールと呼ばれる、クローズドアリーナとオープンアリーナの間に設備されている、可動壁を収納し、ステージの通り道ができるようになっている。このため、スコアボード、大型映像装置は、 他の球場のようにセンターには設置できず、レフトライトスタンド側に設置している。ステージの高さは、ラバーフェンスを含めると2.5メートルあり、2009年3月8日、開催のサッカー j に開幕説コンサドーレ札幌対、ベガルタ仙台でゴールを決めた仙台の菅井直樹が、喜びのあまり、仙台サポーターに駆け寄ろうと飛び降りてしまったことがある。 年間を通して使用回数が少ないことと寒冷地での芝のメンテナンスについてよく研究されていることもあって芝の状態は良好で2002年には J リーグアウォーズでベストピッチ賞を受けしている。またプロ野球の試合前には外に出されているピッチ上で選手がウォーミングアップをすることもある。 屋内に引き入れたステージを90度回転させるためのスペースを必要とするため野球場形態ではファウルグラウンドが極めて広くなっているのも特徴であるこのため他の球場ならばスタンドインして補給される心配のないようなファウルフライでも野手が追いついて補給される場合があるその反面バックストップ本塁からバックネットまでの距離が 他と比べ10メートル前後も長いため、投手の冒頭や、保守の後一時にボールを拾うまでに時間がかかり、走者を余計に進塁させてしまうケースもある。陶器は、屋外のオープンアリーナに設置して、冬を越す。天然芝は降り積もった雪によって、風や乾燥をしのぐことができ、札幌市の最低気温が、マイナス摂氏10度を下回る現冬期でも、積雪のおかげで、 地中 5C の部分の温度は約摂取0.5度に保たれる。北海道コンサドーレ札幌のホーム開幕戦での使用に向けて高さ2 0センチメートルまで除雪用の機械で減らした上で芝が寒風にさらされて葉が膨化するのを防ぐためにさ 10cm までスコップやスノーダンプなどを使って除雪作業を行う。開幕直前に最後の仕上げとして 北海道コンサドーレ札幌の有志サポーターと一緒に天然芝を傷つけないように除雪作業を行う。除雪後に土壌の凍結を防ぐためにアンダーヒーティングシステムを使って適切な地温を維持し、目土、補修用の砂を芝が剥げてしまったところに入れ、トラクターで天圧用のローラーを牽引してピッチ表面を平らにし、天圧作業で寝てしまった芝をブラシ掛け作業で起こす。 古い早く木を取り除き、芝刈りなどを行って、天然芝の状態を保つ。円形スタンドの中に、三日月型の可動スタンドを備えている。これは、野球場モードでの1.3塁側観客席の前列部分にあたり、サッカーの試合の際には、ホームとセンター方向に移動し、メインスタンドとバックスタンドの前列となる。またサッカーモードのバックスタンド中央部。 野球モードの外野スタンド中央部は収納式の可動席となっている。この可動席と固定席の間には三角形の空間ができる。これは可動席が折りたたみ式であるための設計上の都合である。この部分には2005年からプロ野球北海道日本ハムファイターズ主催試合に入り野球ボールの形をした広告看板を設置しており、 北海道コンサドーレ札幌主催試合では三角形の空間に白い恋人の広告が設置される。固定スタンドの傾斜角度は約29度で、後列からも良好な視界を確保することが可能なように設計面で配慮がされている一方、高齢者を中心に階段の昇降には苦労する角度である。そのため、北海道コンサドーレ札幌や北海道 日本ハムファイターズの主催試合では、階段の昇降が少ない、優しとという席種を設定している。また、サッカー場では、メインバックスタンドの、野球場では一点三塁側内野席の前方部分となる、可動式のスタンドは、傾斜角度が約11度と固定スタンドに比べて、緩く、低い位置にあるため視界は、あまり良くない。これは同様の可動スタンドを持つ球場でも言えることで、 あるが、可動積載五列の高さが、ガイアフェンスの高さと一致するため、東ドームは、ホバリングステージの存在のため最前列が高く、設定され、折々傾斜が緩い。またスタンドへの出入り口は、北海道コンサ通り札幌、北海道日本ハムファイターズの上位、シーズンシート向けの専用出入り口が、西ゲート付近に設置され2階へ登ることなく、出入りできるが、それ以外では、 地上2階部分、外野スタンドは最上段にしか、スタンドで入り口がない。2階コンコースにはエレベーターで上がることができるが、スタンド内では、階段以外に、昇降の手段がないため、階段に手すりが設置されている。ドーム球場では、通常、外野の両翼に沿って、巨大な広告看板を貼り付けているが、札幌ドームの場合は、サッカー場としても利用されることから、 バックネット側、サッカー場の場合は、メインスタンド側、外野スタンド側、バックスタンド側と一点三塁、側スタンド、両ゴール裏スタンドの髪型から追加される形で掲示されている。応援幕については、プロ野球とサッカーとで条件が異なる。サッカー場としての使用時には、野球の場合と異なり前席が利用可能ではあるものの、 北海道コンサドーレ札幌主催による J リーグ公式戦の開催時には転落防止の目的で両ゴール裏スタンドの前列3列にアウェイチームサポーターを隔離し保護する目的でメインスタンドから見て右側のゴール裏スタンドにそれぞれ干渉地帯を設けて閉鎖する。特に後者の閉鎖範囲は広く、このため北海道コンサドーレ札幌主催時の J リーグ公式戦の定員数は客席数より約2千少ない39,856人 J リーグに提出した収容可能人数となる。サッカー場として見た場合、スタンド最前列とピッチとの距離は最大となるメインスタンドとの間で25メートル、最小となるバックスタンドとの間で12メートル程度と少なくとも陸上競技場兼用の試合会場とは、 比較にならない良好な感染環境にある。フェンスが高く、客席からはピッチを見下ろすような格好となるため、サッカー専用球技場と比較すると一体感や、接近感で劣るものの、純専用球技場と言える程度の質を保持している。野球開催時には、バックスクリーンに相当する箇所の客席や苦戦席分を使わないため、総客席数は4万人強となる。 デラックスシート設置により現在の座席配置となった2007年には、北海道日本ファイターズ主催時のプロ野球公式戦では、満員時の観客数は42,222人、2009年は42,328人と発表されているが、この数字はグラウンド部分を観客席として開放しない、際の定員数と考えられている。日本野球機構。 NPB が主催し入場者数を発表する日本シリーズでは現在の座席配置になってからは2007年の日本シリーズ第2戦で記録された4万770人が最多入場者数となっている。プロ野球では一般的にホームチームのベンチは一塁側だが札幌ドームでホームとなる北海道日本ハムファイターズは三塁側のベンチを使っている。 これは2014年シーズンまではスコアボードが一類、ライト側にしか設置されてなく三類側からの方が見やすかったことや、メインの北側入場ゲート及び最寄りの地下鉄、東方線、福重駅からのアクセス良いことなども理由となっている。福重駅国道36号線方面より来場する場合、一類側ではドームの外周を半周して入場することになる。なお、 オープン戦の北海道日本ハムファイターズ対読売ジャイアンツ巨人のうち巨人主催扱いの試合でもベンチ配列は日本ハムが三塁側巨人が一塁側である2006年3月の北海道日本ハムファイターズ主催のオープン戦でバックネット裏を除く内野の防球ネットを試験的に取り外したところファンから好評で安全性も確認されたとして 2006年の北海道日本ハムファイターズ主催の公式戦前戦で防球ネットを外すことが決まった。ところが2010年8月にファールボールが直撃し顔面骨折と片目失明の重傷を負った観客の女性が越した裁判では防球ネットを外して以降年間約100件のファールボール事故が発生していることが指摘されている。また フィールドシートの導入に関しては、北海道日本ハムファイターズからの受けを受け、サッカー場やイベント会場への転換で、稼働席の移動が頻繁に行われることから、取り外し式のフィールドシートを2009年から設置した。ただしフィールドシートには、防球ネットが設置されている。両翼のポールは脱着式となっており、野球、ソフトボール以外のイベントに使うときはこのポールが、 取り外される。2014年から三塁側内野席の一部を応援席とし、その一角にお立ち台となる場所を設置して、施設応援団やファイターズガール、シアガールを常駐させて応援の先導をしている。放送ブース。放送席は日本のドーム球場では珍しく内野バックネット裏、メインスタンド上段に観客席に入り込む形で設置されており、 個別に部屋は設けていない。他のドーム球場では内野スタンド上段に個別の部屋を連ね、放送席のみのエリアを設けている。開場時から2014年シーズンまではパナソニック製のアストロビジョンがライトスタンド髪型に設置されていたが、2015年3月に三菱電機製のオーロラビジョンに更新され、新たにレフトスタンド側にも新設された。 2015年3月3日の北海道日本ハムファイターズ対読売ジャイアンツのプロ野球オープン戦で運用開始。基本仕様は以下の通り。グッズショップ、グッズジャム及びレストラン、スポーツスタジアム札幌はホームチームの入場口となる北ゲート付近に設置されており、場内飲食売店は1階の北ゲート付近を中心に南ゲート。 西ゲート付近にも設置している。一方でホバリングステージの出し入れのため東側、バックスタンド、外野側には設置されていない。他のドーム同様、火をそのまま使えないことで制約を受けるが、開業当初より改善が行われ、名物となっているものも登場している。球場内で売られるビールは、株主に連ねている。関係上ほとんどが、札幌ビールであり、黒、ラベル。 札幌クラシック、エビスビールと札幌ビールの3名柄が揃う。しかし、キリンビールが、スポンサーのサッカー、日本代表の試合が行われる際は、場内から、札幌ビールが一掃され、全部の売り口で、キリンビールが売られる。また、アジア野球選手権2003の開催時は、大会メインスポンサーが、アサヒビールだったことから、球場内広告が、アサヒビールに書き換えられ、 アサヒビールも売られた。この時は、札幌ビールも同時に売られた。場内では、缶、瓶飲料のほか、ペットボトル入り飲料、内容量、蓋の有無にかかわらず、および、球場の外部で購入した、弁当類は持参禁止となっており、飲料類は各自で、水筒、タンブラーに持参してらうか、会場で、紙コップに移してもらう。ただし、水筒、 タンブラーについてはイベントにより許可が出ていない場合は、持参禁止。その他、イベントが行われていない場合のキッズパークにおいては、遊具そばにあるベンチでの飲食に限り、トレーニング室は、水分補給の目的での利用については、官板ペットボトル等の持参化。また屋内アリーナ、フィールド部で一般利用する場合、水分補給名目でペットボトルは持参化。 日本プロサッカーリーグ J リーグ北海道コンサドーレ札幌のホームスタジアム2014年までは札幌厚別公園競技場と併用であるほか2004年度からプロ野球パシフィックリーグ北海道日ハムファイターズも本拠地球場として使用している本拠地化する前年の2003年にも日本ハム主催試合の公式戦が数回開催されていた 北海道日本ハムファイターズの球団事務所は札幌ドーム施設内に今日構えている。かつては北海道コンサドーレ札幌のクラブ事務所も施設内に設けられていた2014年1月29日より練習場、クラハウスのある宮野沢白い恋人サッカー場に移転。また多目的施設として様々な競技、イベントで使用されている。 2019年ラグビーワールドカップの会場で使用される。2020年の東京オリンピックにおけるサッカー競技の会場にも選ばれている。北海道コンサドーレ札幌は2003年の j に、降格後、使用量の高い札幌ドームでの開催を減らし、まだ屋外に積雪の残る春季と秋季を中心に利用していた。その結果、2004年は全、ホームゲーム22試合中。 札幌ドームでの開催が8試合と大幅に減らされ実質準本拠地の扱いだった。しかし、使用量は高いものの感染時の快適さやアクセスの容易さで圧別勝る札幌ドームでの試合は優位に動員数が多く、多くの入場料収入が見込めるため、2005年以降はほぼ半数程度にまで戻っている。j に降格となった2013年は、 主催21試合のうち8試合の開催にとどまる予定であったものの、北海道日本ハムファイターズがクライマックスシリーズに進出できなかったため、10から11月に予定された主催2試合を急遽、日程面で余裕の出た札幌ドームに変更することとなり、札幌ドームでの開催は10試合となった。二千十四年は十一試合中十七試合が札幌ドームで開催され、 会場以来最多となった。これは、札幌厚別公園競技場が J リーグクラブライセンス制度のスタジアム基準を満たしていないため、2015年のライセンス基準の厳格運用に先駆けて、前倒しで開催を減らしたことによる。なお、札幌厚別公園競技場は2014年度まで札幌ドームともども本拠地として J リーグに登録されていたが、2015年度から、 本拠地を札幌ドーム一箇所のみにしている。これに伴い2015年も21試合中19試合を札幌ドームで開催し2年連続で会場以来最多試合数となった。シーズン閉幕の時期の違いからプロ野球の日程が J リーグよりも先に決定するため北海道コンサドーレ札幌の札幌ドーム利用日程の決定にあたっては プロ野球が先に決めた日程の隙間で使わざるを得ないという課題も抱えている。2011年において、東日本大震災により延期された主催3試合、3月12日、ギラバンツ北九州戦、3月19日、ジェフユナイテッド市原、千葉戦、4月2日、東京ベルディ1969戦の代替についても一時は圧別など、他の競技場への代替も考えられたが、 当初の札幌ドームでの開催ができるよう、J2 の他チームと異なる日に開催する、よう日程調整を行っている。振り替え後の開催日は、北九州戦、7月6日、千葉戦、8月17日、東京 V 戦、9月21日。また北海道コンサドーレ札幌のもう一つ、ホームスタジアムである札幌厚別公園競技場は、11月から、 翌年4月は基本的には積雪期間にあたり使えないため通常なら札幌ドームを使うところ11月上旬のホームゲームの開催については北海道日本ハムファイターズが上位3チームに入ってクライマックスシリーズ2006年まではリーグ優勝決定プレイオフ出場が決まった場合クライマックスシリーズと日本シリーズを優先しなければいけないこともあり11月で あっても札幌厚別公園競技場で開催する事例が過去に生じている。またその場合、シーズン開始当初は会場未定とした上で後日半年近く後に決定するケースもある。2004年の日本ハム本拠地移転後、日本シリーズとコンサドーレのホームゲームの開催日程が重なった場合の試合の対応は次の通り。判例、注釈。北海道。 東北地方における屋内最大のコンサート会場としてドームツアーの一環で利用されることが多い。一般的に東京ドーム、大阪ドーム、名古屋ドーム、福岡ドームと合わせて五大ドームアート称されることがある。利用記録についての出展、札幌ドームの歩み、イベント実績、札幌ドームについて札幌ドームの年月は開催予定。 2018年9月6日に発生した北海道、イブリ東部地震の影響で9月11日12日に予定していた日本ハム対ロッテ戦が中止となった。この2日間の振り返り試合は10月10日11日に行われた。札幌ドームでのプロ野球の試合が中止もしくは延期になったのは過去に2004年のプロ野球再編問題で。 日本ハム対近鉄戦がストライキにより中止になったのと2011年に発生した東日本大震災の影響により開幕時代が延期されたのがあるが公式戦が行われている期間中に地震の影響で中止になったのはこれが初めてである9月14日から17日までの日本ハム対オリックスの4連戦は予定通り開催された 地震によるトマトを集ま発電所停止中の影響により14日は20%節電目標への協力として照明類の一部を消灯、減効したり、オーロラビジョンはライト側の大型ビジョンとバックネット側の小型ピョンを使ってレフト側の大型ビジョンを未使用とする等の節電対策が行われたほか、犠牲者の追悼に伴い一部イベントが中止になり、 オーロラビジョンの一部演出を自粛するとともに、ファイターズら皆様へと題するビデオの放映が行われた17日まで継続。20%節電目標の達成。終了後も15日から17日までは自粛していた一部イベントを再開。オーロラビジョンは引き続き節電のためライト側とバックネット側2面だけを使用。一部演出は節電により、 ライト側で再開されるまでに止まる。9月19日に、トマト厚間発電所の1号機が復旧、運転を再開。これに伴い、翌20日に開催された、日本ハム対ソフトバンク戦から現行中だった、照明が通常の明るさに戻り、オーロラビジョンは、レフト側大型ビジョンの使用再開に伴い3面ビジョン、再開。14日から換算して、 わずか7日後の出来事である。イベントが開催されない日に、ツアーアテンダントの案内による、ドームツアーが開催されている。選手が使用するロッカーやブルペン等の見学ができる。2004年から、フランチャイズチームの発展と選手のさらなる活躍を、願い、札幌ドーム MVP 賞が設置された。サッカー部門、北海道コンサドーレ札幌と、野球部門、 北海道日本ハムファイターズの2部門があり、それぞれのチームにおいて、その年に最も活躍した選手に贈られる。2009年からは、ノミネート選手の中からのファン投票を実施し、投票結果をもとに選定されている。MVP 賞金は100万円。サッカー部門はコンサドーレが J2 に所属した年のみ50万円。西ゲート前のトンネル内には、 表彰選手のプレートが展示されている。詳細は、札幌ドームの公式ホームページ内、アクセス、駐車場を参照。札幌市営地下鉄東方線の福住駅から徒歩10分。プロ野球、J リーグコンサート等の大規模イベント時に運行されている。料金、大人、中学生、以上210円。子供、小学生110円。IC カード乗車券。 サップかキーとかスイカなどが利用できる。地下鉄の立儀割引は対象外。料金、大人、中学生、以上1030円。子供、小学生520円。各料金、札幌駅バスナビを参照。ドーム内には5カ所の徒歩利用者のための入場口があるが、積雪などの関係で、当期、原則11から3月利用できない入場口が、 札幌市は2011年1月から札幌ドームの施設命名権を募集。施設名に札幌ドーム、またはそれに準ずるものを付けることが条件で、契約は5年間、年5億円し、Google1 社から応募があったが、意見の食い違いから契約締結には至らなかったため、2月、さらには2012年の開幕前の導入を前提とした12月に、再び募集をした。 しかし今度は2回とも希望者が現れなかった。買い手がつかない理由として、5年間、年5億円という契約金の問題があるとも、されている。実際、2011年12月の募集では、契約年数を延長して、実質的な年間負担の軽減をうたったが、それでも買い手がつかず、2012年開幕当初の、命名権実施を断念した。その後、 2013年12月に回収費用捻出のために改めて募集をかけたが、再び見送ることとなった。また、命名権とは別に、札幌市は今後10年間で100億円を見込んでいる、老朽化箇所の修繕費の一部を運営会社に負担させる方針を固めている。これは、各種イベントの入場収入など、いわゆる儲けが約13億円もあるため、 儲けすぎとする指摘があり、この儲けの大半を取り崩す形で、照明灯や空調などの老朽化箇所の修繕に当てるとた。ドーム内で2002年6月23日から、在札 AM 放送局の再送信が開始された。周波数は、札幌送信書と同じ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。